こんにちは、 JBS 武蔵野志望です。今日はですね、選球眼を鍛える目のトレーニングについてご説明していきたいと思います。選球眼ですね、非常に重要になってくると思います。ボール球を振ってしまうと、相手のピッチャーがこう有利にしてしまいますし、ボール球に手を出してしまうと、ヒットを打つということはかなり確率としては低くなってきます。なのでより正確にですね、ミート率を上げる、ミート力を上げていくっていうためにも、選球眼というのは非常に重要な要素になっています。指を使った、目のトレーニングをご紹介します。ではやり方を説明していきます。両手を、上げていただいて、親指がこう重なるようにします。この後親指をですね、片方の親指を自分の方にこう近づけていきます。このようにやってます。でこの時何を意識してほしいかというと、こう動いてくる方の手こちらの方の、親指の爪に焦点を当ててください。ここに、自分のピントを合わせるようにしてください。で、自分の方にこう親指を近づけていくんですけれども、この時ずっと、動いてくる親指の方にピントをずっと合わせたまま動かしていきます。このような感じでやってみてください。これもですね、ピッチャーからバッターの方にボールが向かってくると思うんですけども、それと同じようなですね、目の使い方になってきますので、親指の爪にピントを合わせたまま行ってみてください。次なんですけれども、次は、この、同じようにこうセットしていくんですけれども、少し左右に角度をつけていきます。でどちらからでもいいので、先ほどは真正面からこのように動かしてきましたが、少しずらして行います。この時の注意点なんですけれども、顔をですね、ずらして一緒に顔も一緒にずらしてしまうと全く意味がないので、このように、手はどちらか左右に動かしますが、顔は必ず、正面を向いたままというような形で練習します。で目の動きだけでこのこう動いてくる親指にピントを合わせていくっていう風に練習していきます。ではやってみたいと思います。左右に少しずらします。で顔は、極力向けないようにやってください。このような感じでやってみてください。でこれは左右両方ですね、どちらもやっていただいたりとか、角度もいろんな角度でやっていただくと、効果的に練習できてくると思います。では次のトレーニングをご紹介していきます。次はですね、電車の乗ってる時とかにできるトレーニングなんですけれども、先ほどは前から自分側に来る目のトレーニングのご説明をしました。今度は横に動いていくものに対して目の能力を鍛えていくというようなトレーニングになります。電車立ってたりですね、座ってたりすると、窓があってですね、景色見えると思うんですけども、景色をこう追っていくような感じですね。この目の横の動きはしっかり鍛えていきますので、野球でいうとですね、それがボールを追う追従する能力だったりとかにつながってきます。ですのでこれも遊び感覚で OK ですので、電車でトレーニングしてみてください。次にですね、目のこの移動速度を高めていくっていうようなトレーニングをご紹介します。これができるとですね、動体視力がしっかり鍛えられますので練習してみてください。やり方はですね、両手をしっかり広げます。どちらの手からでもいいので、親指、人差し指、人差し指、中指っていうような形で、親指に合わせたら次は右の親指、左の人差し指に合わせたら右の人差し指っていうような形で交互に目を移していきます。でこれをできるだけ早く正確にピントを合わせていくというのが練習になってきます。目がこう左右に動いてきますので、の動きがですね、良くなってきて、それが選球眼につながってきます。ではちょっとやってみます。次にですね、ナンバリングゲームのご紹介をします。ナンバリングゲームは、画用紙だったり、ノートだったり紙に数字を書いていきます。1から順に、20まで数字を書きまして、それを、目で追っていくようなトレーニングになります。慣れてきたらですね、より早くやったりとか、違う紙にですね、もう一度書き直したりとか、数字を、20までではなくて30まで、40まで、50までというふうに増やしてやってみてください。またですね、目だけで追うのではなくて、手も一緒に添えてあげると、目と、手の動作がですね、連動してきますので、それが、一種の選球眼というものにつながってきます。ぜひ簡単にですね、できるトレーニングになりますので、ぜひお試しください。
はい、ではこのような感じでトレーニングを行ってみてください。今のは目を鍛えるトレーニングをご紹介していきましたが、ブログの方にですね、さらにこう頭を使って選球眼を打っていくという方法と、フォームによっても、そのボール球に手を出しづらいフォームっていうのもあるので、そちらも、ブログの方で書いてあります。 YouTube のですね、説明欄の方に、リンクを貼っておきますので、そちらも合わせてご確認して、練習してみてください。